ゆっくり霊夢です。ゆっくり魔理沙だぜ。刃物より簡単に多くの人間を仕留めることができる凶器。それはすなわち、毒物である。某探偵アニメでも青酸系毒物がよく出てくるね。うむ、近年で言えばキム・ジョンナム暗殺事件で VX という毒ガスが使用された。ああ、あったね。このように、毒はどんな巨漢でもほぼ確実にあの世へ送ってしまうのだ。今回はこれまで起こった毒殺事件を、被害者数でランキング形式にして紹介していくぜ。1位は何人なんだろう。それじゃあゆっくりしていってね。第10位は、パラコート連続毒殺事件。被害者数は13人だ。これは日本で起こった事件？うむ、この事件は1985年4月30日から11月17日の、およそ半年の間に日本各地で発生した無差別毒殺事件だ。自動販売機の飲料を取り出し口に除草剤として利用されるパラコートを混入させた飲料を置いておくことで、置き忘れと勘違いして口にした人に毒物を飲ませるという事件。人の欲望につけ込んだ卑劣なやり方だね。1977年に同様の手口で毒物を混入させた青酸コーラ殺人事件というものが発生し、その教訓を生かし、都市部では現在のように蓋を開けるとリング状の封印がちぎれて開封がわかるようになっていた。そのためパラコート連続毒殺事件では、まだ更新の追いついていない郊外が狙われたんだ。なるほどね。パラコートは1978年に毒物に指定された薬品であり、飲むと嘔吐や喉の痛み、肝腎機能、及びパラコート肺と呼ばれる独自の肺腺異常にかかり、死に至るほど強力だ。この連続毒殺事件では半年ほどで、模倣犯のものと思われるものも含めて34件も発生し、そのうち13人が犠牲となってしまった。そんな毒物を簡単に購入できたの？うむ、当時パラコートは18歳以上で印鑑さえあれば購入することができたんだ。もちろんこの事件以後、その毒性の強さを危惧して各所で規制が強まり、今では製造が中止、除草剤としてのシェアはなくなっている。しかし以前、国内での農薬中毒の少なくない割合をパラコートは占めているという状況だ。こんな危険なものが普通に出回ってるって、気が緩められない時代だね。第9位も日本で起こった毒物事件。地下鉄サリン事件の13人だ。これは全国で知らない人がいない史上最悪の凶悪事件だね。1995年3月20日、オウム真理教は帝都高速度交通営団の丸の内線、日比谷線、千代田線の3つの路線を走る5つの地下鉄車両に、サリンという危険な化学物質を散布した。事件の正式名称としては地下鉄駅構内毒物使用多数殺人事件というんだ。今でも後遺症に悩む人が多い事件だよね。うむ、坂本堤弁護士一家殺人事件、松本サリン事件とともに三大オウム事件の一つに数えられている。でもサリンってどういう毒物なのかはあまり知らないかも。サリンは1938年にナチスドイツで開発された殺傷性の高い神経ガスで、食道、嘔吐、下痢、頭痛などの症状が現れ、心肺停止によって死亡するというものだ。そんな簡単に作れるものなのか。開発にはかなり苦労していたようで、筑波大学大学院の学生が中心になって製造した。という話を仰天ニュースでやってたな。地下鉄サリン事件は大都市、公共交通機関に無差別に化学兵器が使用された初めてのケースだ。当時は通勤時間帯で多くの人が電車に乗っていた上、駅員や車掌、さらに初動で装備が不十分なまま乗り込んだ警察官までもが被害に遭っており、死者こそ13人だったが負傷者は6300人以上にもなった。6000人って、桁違いすぎる。さらに事件の被害者や目撃者の中には、パニック状態の車内や凄惨な被害者などを目撃したことによる PTSD を患っている人もいる。今もオウム真理教の残党がいるんだよね。早く強制連行して刑務所にぶち込んでほしいわ。第8位は、メアリー・アン・コットンという人物による毒殺事件。被害者数は21人。単独で21人もやべえやつや。17世紀のイギリスで彼女の周辺で不可解な死が相次いだ。彼女と結婚した4人の夫や夫の家族、その間にも受けた子供が次々と亡くなっていった。しかも皆が胃腸の障害などが原因で死亡しており、メアリーは夫が亡くなるたびに生命保険を受け取っていたんだ。それを疑問に思ったわけか。4人目の夫であるフレデリック・コットンとメアリーが結婚した後、わずか1年足らずでフレデリックはもちろん、メアリーの前夫との連れ子、フレデリックの姉、フレデリックとの間の子、さらには下宿人であったジョセフ・ナトラスが次々と死亡し、メアリー以外の一家が全滅。金目当てのガチのサイコパスか。そこで警察がこれを不審に思い捜査を進めたところ、遺体からヒ素が検出されたことでメアリーによる連続毒殺が判明した。ヒ素って日本でも事件に使われたやつだね。うむ、和歌山カレー事件で使われたとされる、毒性の強い物質だ。メアリーは同様の手口で推定21人、最低でも14、5人を殺害した。
イギリスでも最悪の連続殺人鬼となった。彼女が社会に与えた反響は大きく、今でもメアリー・アン・コットンという歌われ歌がイギリスで歌われているそうだ。歌にされるとか、フレディ・クルーガーかよ。第7位は、ヘブンズ・ゲート事件の39人。ヘブンズ・ゲート。この事件は正確には毒殺事件ではなく、カルト宗教団体による毒物を使った集団自殺だが、毒物ということで入れさせてもらった。また宗教か。ヘブンズ・ゲートはマーシャル・アップル・ホワイトとボニー・ネトルスという人物が1970年代に創始した宗教団体で、アップル・ホワイトは古代宇宙飛行施設などのオカルトに傾倒しており、ヘブンズ・ゲートも当時起こっていたニューエイジ運動と同じ黙示録や進化論、グノーシス主義や SF 小説などを混交した教義を採用していたそうだ。簡単に言うと、何言ってんだこいつっていう組織でしょ。1985年に共同創始者であるネトルズが死亡した後、アップル・ホワイトは禁欲や魂の救済などの教義を強化していった。タガが外れちゃったのね。そして1996年、ヘール・ボップ彗星の接近に伴い、この彗星の後に信者を地球から退去させる船が来るとアップル・ホワイトは主張し、翌1997年3月22日頃に信者38人と共に集団自殺。彼らはフェノバルビタールという睡眠薬を服用して、ビニール袋をかぶることで窒息死という形だったそうだ。はぁ、洗脳ってほんと怖い。第6位は、ジェニーン・ジョーンズという人物による毒殺事件。被害者数は推定60人以上とされている。どんな凶悪事件なのよ。この事件は、いわゆるヘルスケアシリアルキラーの一人で、ジェニーンはジゴキシンやヘパリンなどの薬品を注射することで乳幼児を殺めているんだ。じゃあ犯人は医者や看護師みたいな医療系の仕事をしていたってこと？ジェニーンは高校を卒業後に准看護師としての仕事を始めるが、仕事が雑でしばしば職域を超えるような判断をしがちということで病院を転々としていたそうだ。一方で薬品などへの関心が高く、その知識を殺害に生かしたのではないかと考えられる。まあ、それは間違いなさそう。彼女による犠牲者の数は定かではなく、起訴されたのは2件のみ。しかしその犠牲者数は60人以上と推定されているんだ。つまり起訴できるほどの証拠がないと。毒ってこういう部分があるから恐ろしいんだよね。いや、これは新たな事件の発覚を恐れた病院側が医療記録などを破棄したためだと言われているな。え、病院側が証拠隠滅したの？マジ？規則にのっとって釈放される可能性もあったそうだが、別の事件で起訴することで釈放を防ぐ事態にまでなったそうだ。こんな危険人物を世に放ったら、何するかわからないし。釈放される可能性があっただけで怖すぎる。第5位は、マリアス・ワネンブルクという人物による毒殺事件。推定被害者数は、90人以上と言われている。これで5位とか。マリアス・ワネンブルクは19世紀のオランダで毒殺を繰り返した連続殺人鬼だ。オランダ南部のライデンという町で生まれ、ヨハネス・ファンデル・リンデンという男性と結婚し、赤子や老人、病人などの世話をしていた。その献身的な姿勢からマリアは周りから慕われていたが、その陰で秘書を用いて連続毒殺をしていたんだ。また秘書か、なんでそんな簡単に手に入るんだろう。彼女は最初に自身の両親を殺害し、保険金や遺産を目当てに少なくとも102人もの人物に秘書を持ったと言われている。102人。その中で亡くなったのは23人、さらにマリアが関わった人物の中に90人以上が不審な死を遂げており、40人以上に障害が残った。日本での知名度はないね、聞いたことがない。確かにそうだが、オランダでは彼女の知名度は高く、マリアの名前を使ったジンやベーグルなどが販売されているんだ。第4位は、ジョン・ボドキン・アダムズという人物による毒殺事件。被害者数は163人とされている。そうなるまで警察が気づかないのか。1957年、開業医であるジョンが自身の受け持った患者であるガートルード・ハレットを殺害した疑いで公判にかけられた。他にも1946年から1956年までの10年間で、ジョンの受け持った患者は163人も亡くなっており、しかもそのうち132人がジョンに金品を依存している。え、金品って、ガートルードって人も？ガートルードもジョンにロールスロイスや1000ドルの小切手を手渡した直後に昏睡状態に陥り、そのまま息を引き取っているんだ。このような背景があったためジョンの公判はアイルランド国内で大きな注目を集め、史上最大の殺人事件の公判、世紀の殺人事件の公判などと言われた。さらにガートルード殺害の件は訴訟の乱用を理由に無罪放免となり、ジョンはその後に名誉毀損罪で逆に訴訟を起こすという前代未聞の状況に。は？名誉毀損？ということは、証拠がなかったのか。ジョンの公判は、後に緩和医療の分野で、苦痛を緩和するための治療をするために守るべき、二重結果の原則という原則の確立を導くような法的な議論を呼んだ。そもそもジョンってどういう医者だったのよ？ジョンは評判のいい医者ではなかった。
実際に訴えられたようにモルヒネやバルビツール3種を用いて患者を殺害したかどうかは不明だが、担当した患者に自身へ金品を移送するよう強要したり、自分にとって都合のいい遺言書を書かせるなどの行為を繰り返したそうだ。証拠がないとはいえ、疑いがかけられてもおかしくなかったわけね。うむ、ガートルード事件以前にも、ジョンの右のポケットにはモルヒネの小瓶が、左のポケットには白紙の遺言状が入っている、と揶揄されていたそうだ。現在でもジョンの無罪は誤りであり、160人以上の患者を実際に手にかけたと考える人がいるんだ。でも真相はわからないんだ。毒物ってほんと厄介だね。第3位は、モスクワ劇場占拠事件。被害者数は、171人。恐ろしや。2002年10月23日、チェチェン共和国の独立を訴える42名の過激派武装勢力が、モスクワ中央部のドブロフカにあるドブロフカミュージアムという劇場を占拠し、中にいた観客922名を人質に取ったという事件だ。過激派武装勢力のトップであるモブサール・バラエフはロシアに対して、第二次チェチェン紛争においてロシア軍のチェチェンからの即時撤退を要求し、もし1週間以内になされない場合は人質を殺害、自分たちも劇場に仕掛けた爆弾で自爆するとした。結局戦争は戦争しか生まないのよ。子供やイスラム教徒、妊婦や海外からの観光客、病人など100人ほどは即座に解放されたが、それでも800人ほどが人質として劇場内に監禁された状態が続いた。ロシア政府はどういう対応したの？政府は表向きは過激派との交渉を行う方針としていたんだが、チェチェンから撤退する意思は全くなく、裏では特殊部隊を使っての解放作戦を立案していた。大体そういう流れになるよね。しかしドブロフカミュージアムは構造上、人質のいるホールにたどり着くまでに、30メートルもの廊下や過激派によって封鎖された階段を渡る必要があった。そのため、成功法では特殊部隊や人質に大きな犠牲を出してしまう可能性を考慮したんだ。なるほど。そこで特殊部隊はコーラカルアジーンというガスを利用して過激派を混沌させ、混乱の最中で制圧することに成功。しかしこの突入によって過激派42名全員と人質129名、合計171名が死亡し、700名以上が負傷してしまった。え、被害者多くない？そのコーラカルアジーンってどういうガスなのよ？ロシアの当局は利用したガスは非致死性のものであり、混沌した隙に射殺したとしているが、実はガスの性質は明らかになっていないんだ。絶対ヤバいガスでしょ。ロシアも容赦ないな。第2位は、ティサウグの毒殺者事件。ティサウグの毒殺者はハンガリーのナジレブという村を中心に、1914年から1929年までの15年で、推定300名もの人を殺したとされる殺人集団だ。また変な集団か。当時、ハンガリーでは女性の結婚相手を両親が決め、拒否や離婚はできなかった。また第一次世界大戦の勃発によりハンガリー国内の男性は皆出征し、ナジレブ近郊に連合軍の捕虜の収容所が建てられた。その結果本来の夫を失ったナジレブの女性が、市内でのみ行動を許された連合軍の捕虜と結ばれる事態が多発。ふむふむ。しかし女性たちの夫が戻ってくると再び権力を振るうようになった。そこで女性たちは村の助産師であり、村唯一の医師であったファゼカシュ・ジュラニオラ・ジュジャンナに相談。そしてファゼカシュは家族問題に悩む女性たちに悲壮を与え、夫を毒殺させたんだ。また悲壮かよ。まあ時代が時代だからか。ファゼカシュはハエトリシを煮詰めることで悲壮抽出できることを知っていたそうだ。当初は夫を殺害するだけだったが、殺害の対象は姑、隣人、家族とどんどん広がり、ナジレブだけでなく近郊の村々でも毒殺事件が起きるようになった。どうしてそうなったし、やがて女性たちはティサウグの毒殺者という暗殺組織を作り、活動をした。この組織は1929年、サボー夫人の毒殺が告発されたことで38名が逮捕されて終焉を迎えるが、首謀者であるファゼカシュは逮捕される前に自ら毒を飲んで自殺したらしい。なんとも後味の悪い事件だね。第1位は、人民寺院集団自殺事件の918人。人民寺院は、正式名称をキリストのデジタル人民の寺院といい、1955年に創設されたキリスト教系のカルト宗教団体だ。もう宗教系の話を聞くのも怖くなってきたよ。創始者はジム・ジョーンズという元神父で、アメリカ合衆国インディアナ州インディアナポリスで創立。ジョーンズはキリスト教徒であるとともに社会主義に傾倒しており、両者を合わせた宗教団体として人民寺院を組織したんだ。社会主義とキリスト教徒とは、これまた厄介なものを掛け合わせたもんだ。教義としては人種などの差別を行わない平等主義や家族などの単位での生活を奨励する集団主義。さらには無神論までもを取り込んだもので、宗教団体というよりは社会主義集団としての側面が色濃いものだった。教団内は社会主義モデルを取り入れたことで、ジョーンズを頂点とした複雑な権力構造をしており、信者は知らず知らずのうちにマインドコントロールをされていた。自分で気づかないからね。
1974年には人民寺院は社会主義の楽園として、ピープルズ・テンプル・アグリカルチュラル・プロジェクト、通称ジョーンズ・タウンを南アメリカのガイアナに建設。宗教団体が力持つとか怖すぎー。しかし次第に教団は告発などで追い詰められ、ジョーンズは1978年11月18日、900名以上の信者に革命的自殺としてシアン化物による集団自殺を指示。この集団自殺での死者は918名に及び、そのうち276名が子供や乳幼児だったらしい。918人。飛び抜けて多い数だ。うむ、918名という死者数は2001年の同時多発テロが起きるまで、アメリカの古刹の中で最大のものだった。ということで世界最悪の毒物事件ランキングを終わりにするぜ。最後までご視聴ありがとうございました。